はい、どうも、たくみです。プロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回なんですけども、ラストでございます。こちら、ベストナイン&タイトルホルダーセレクション、第3弾、こちら90連目まで引いていきたいと思います。まあ、引きによっては100連まで、まあ、引いてもいいのかなとは思いますけども、まあ、めっちゃ欲しいところというか、まあ、欲しいところ1人でも出たら、まあ、90でストップしようかなとは思ってます。まあ、今回めっちゃ、欲しいっていうところはいないんで、正直ね、何が何でも欲しいみたいな。第1弾は山田選手欲しかったし、第2弾は菅野選手、柳田選手欲しかったから、まあ、100まで行ったんだけど、まあ、結局ね、山田選手そんなに欲しいんだったら、まあ、100以上行けよっていう、まあ、110以上か、110以上行けよっていう話なんだけど、まあ、なんていうんだろうね。まあ、そんな確定枠以外で置いたくはないから、まあ切りがいい100まで回したんだけど、まあとりあえず今回は90になるかなと思ってます。一応ね、30、60で欲しいところは確実にねゲットはできているので、まあおそらく90になるんじゃないかなとは思います。で、欲しいところは、吉田選手と則本選手、鈴木選手、坂本選手、まあワンチャン東選手、ワンチャンというか、まあ東選手も一応 A ランクは多少は持ってるから、まあゲットしたらここから集めていくかなっていう感じです。まあそれ以外の選手はほぼほぼ A ランク持ってないかな。中村翔吾選手は前回60連の時かな、 A ランク1枚出たんで、まあワンチャン、ここも周りかな。 A ランク1枚持ってないとやっぱね、なんかやる気が出ないんだよね。まあ、1枚か2枚でも持ってたらなんか集めようっていう気にはなるんだけど、まあまあまあどこが出ても、まあ、能力そこそこいいところばっかなんでね、まあこれから集めたりするとは思うんだけど、まあ則本選手とかゲットしたらね、あれかな、岩隈選手と先発変えようかなと思ってます。前はね、中継ぎさせようかなとか言ってたんだけど、よくよく考えたら、まあ、先発でいいんじゃないかなっていうの、能力もあるしね、スタミナがあって球威もあってっていう感じで、先発で使うかなと思います。はい、じゃあちょっと忘れてたんだけど、これ引きます。はい、プレゼントスカート、まあ前回は A ランク一応出たのかな、まあ、だけどまあさすがに2日も、ね、連続では来ないよね。うん、まあまあまあ分かってたことですね。はい、B ランクありがとうございます。まあ本当ね、もう特訓、まあ、ベストナイン&タイトルホルダーで結構いいところを引きすぎたがあまりに、もう所持選手が全然少ないって、特訓をね、しすぎて全然いないっていうね、感じになってしまいました。はい、ではね、早速、70連目か、引いていきたいと思います。いけ、まあ、今回もね、S ランク複数枚引き、まあでも、第2弾からこう複数枚引きしすぎて、いよいよ最後の最後で全然出ないんじゃないかなっていうのを思ってます。いきましょう。その調子で来るかと思いきや、多分ね、全然来ないんだよね、多分 S ランク1枚な気がする。今回あっさりと最後終わってっていう気がするな。まあでも、まあベストナインのところがね、きっちりと欲しいところが出てくれればもう満足です。その複数枚ね引いたところで結局 30% 引いてなければね、意味ないんでね、ベストナインとかね引けなければほぼほぼ意味ないんで。はい、お、浅村選手は排出対象外になる前にゲットして、これ多分 A ランク5枚目なんで、通常でゲットした、まあ、来年以降、まあ、今年のシリーズは多分もうゲットできることはないと思うんで、よっぽどのことがない限り、まあ、これでね、来年のシリーズからは極みで使っていけるかな、ゲットしたら。これはありがたい、嬉しいですね。はい、ではね、80連目引いていきたいと思います。いきましょう。まあ S ランクね、まあ、来ないと思うけど来ては欲しいから、結局ね。いやでもそろそろ 30%、 あーでもそっか、30連目で1回 30% 引いてるのか。でもそこから2回外してるんで、まあ確率的にはあと2回ぐらい S ランク引けば、まあワンチャンベスト9タイトルホルダーになる可能性はあると、確率的にはね。いきましょう、80連目頼む。まあでももしかしたら引きたくて引いちゃうかもしれないけどね、100連目そういえば。まあまあまあいいでしょう。でもここで S ランクとか出てきてくれたら頼む。いやー来ないか。まあでも A ランクでもまあ結局引きですね。 A ランクがね結構
不足してきてるんでね、まあ、今回もおまあまあまああれだね、ベストナインのタイトルホルダーの引きによっては、おお宮西選手出すぎ、まあとりあえず、称号でね、まあ、予備ですね。今一応もう一人はレベルマックスになったんですけども、もう一人今育成中で、まあ、9位80位にするための称号で使いたいと思います。まあ、称号はまた別でね、動画にしようかなと思ってるんで、まあこの3人目までマックスにするか分かんないけど、2人はマックスにして称号チャレンジ、いろんな選手ね、最近ゲットした選手でやろうかなと思ってるんで、またそれは別で出しますので、よかったら見てください。ラスト90連目引いていきたいと思います。いきましょう、頼む。坂本選手、吉田選手、則本選手、この3人が一番欲しいかな。まあ鈴木選手でもいいけどね、とりあえずその3人がだったら、まあ普通にスタメンで使うので、まあ則本選手は先発で5番手で使うんで、まあ、5番手じゃなくて、まあ変えたりするかもしれないけど、いきましょう、いけ、かぶるな、かぶりだけは、ラスト、最後の確定枠だから、このベストナイン&タイトルホルダー自体の最後、指名枠終わってくれ。S ランク数枚引いてもいいよ、昨日、うん、頼む、いきなり現れろ、頼む、お、来るか、おー、来ないね、頼む、いやー、来ないか、いやー、ラスト、頼む、いい引きをして締めてくれ、いけ、来い、うわー、これは多分あれだね、いい締めっていうのは、まあ動画的にいい締めをしてくれってことなんだろうね、多分、正直な話ね、まあ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 、いやー、キャッチャーか、キャッチャーはなー、現役キャッチャーは森選手ぐらいじゃないとな、能力的に。まあ守備は森選手はそんなに良くはないけど、打撃がね、ちょっとこれは低すぎるんだよな。いくらスピリッツ3000といえど2900だけど、城島選手持ってるから、それと比べちゃうとっていう、まあ総力ぐらいしか勝ってないからねっていうところなんだよね。守備も結局さ C なんだよね。ベストナインだったらなんかさ、最低、まあ、最低じゃなくても、うん、まあ、最低 C で、ね、C の選手は B とかにしてほしいなと思うんだけどね。ベストナインじゃない、間違えた。ゴールデングラブ。ゴールデングラブでも D の選手とかいるからさ、せめてなんか C ぐらいにはしてほしい。1個上げてほしいなっていう。まあ、B を A にしろとはそんな言わないけど、A を S とかに。とは言わないけど、なんか C ぐらいの選手だったら B にしてもいいんじゃないかなって思っちゃうけどね。どうなんだろう、それはダメなのかな。ゴールデングラブだからさ、守備ちょっと上げてもいいんじゃないかなと思ってるけど、まあまあまあ無理なんでしょうはい、ちょっと100連目いこうかな100連目ワンチャンちょっと引くわ。じゃあ、まあ、前回第2弾の時は100連目引いて見事に当てましたけど、まあ、多分今回は、まあ、この流れ的に多分出ない気がするんですけども、まあ、引きます。とりあえずいきます、いけ、まあ出たら確定なんで、ベストナインのタイトルホルダーは。まあ熱いんですけど、まあおそらく出ないことでしょう。何もなく終わるんじゃないかな、うんだよねいやでもこっからワンチャン起きたい、ワンチャン頼む、来てくれ、何もなく終わるんか。福田選手一応原突用で取っておくか。はい、という感じで、うわー最後も後味悪いな。まあでもこれでラストと思ってたけど、一応あれか、あのイベントの方がまだあるから、そっちに期待しようかなと思います。あ、でもあれか、ミキサーワンチャンあるな、松田選手を、あ、セレクトじゃなくて普通のこっちかな、松田選手と梅野選手と、まあこれからイベントで、まあ多分明日終わると思うんで、明日引くと思うイベントの方の S ランクでワンチャンノーマルミキサーありかな。
本当に使わないところを引いたら全然ありかなと思います。そのミキサーで入れた選手は出てこないから、そしたらほとんどの、まあ、高確率で欲しいところゲットできるんで、まあ、ただビシエド選手ロペス選手出てくる可能性はありますけど、まあそれ以外だったら全然いいので、ワンチャンちょっとミキサー考えようかなと思います。次回の引きによってはイベントのね、はい、という感じで、今回なんですけども、まあ今年のシリーズ2018年シリーズ2のベストナインのタイトルホルダーセレクションのガチャに関してはもうラストですね。第3弾100連目まで引いていきました。まあ、スターロードの方もね終わり次第、まあ明日多分動画出せますので、よかったらそちらの方の動画も見ていただけたらいいかなと思います。皆さんのね引きもねコメント欄でよかったらお待ちしております。まあ、結果的には2人強化オーダー強化はできたんで、第3弾でまあそこそこ良かったのかなとは思います。まあめっちゃ悪いわけではなかったですね。第2弾が良すぎたんでっていうので、まあ第3弾もそこそこっていう感じかな。結局1弾2弾3弾全部ある程度は強化できたかな。今年は強い良かったかなと思います。はい、ということでチャンネル登録コメント高評価お待ちしております。Twitter インスタグラムもやってますので、そちらの方のフォローの方もよかったらよろしくお願いします。ということで以上、たくみでした。じゃあね。